2023年1月9日は成人年齢が18歳に引き下げられて初めての成人の日だったこの日多くの若者たちがスーツデビューを果たしたんじゃなかろうか著名人にも成人を迎えた人が多い棋士の藤井聡太氏もその一人だ藤井聡太氏はやはりスーツよりは装がよく似合う くしくも9日に行われた第72期王将戦7番勝負第1局では将棋界のレジェンド羽生善治九段を下して白星スタートとなった藤井聡太王将。この時も羽織袴、袴の和装でキリリと決めていた。和装スタイルに貫禄がついてきた。 若くして竜王王位 a 王王将棋聖と5つのタイトルを保持し和装での対局も板についてきた藤井聡太氏普段は今時の若者らしくポーターのバッグを愛用しているらしいがデビュー戦は学生服だった藤井聡太氏もすっかり貫禄が出てきた筆者は将棋に関しては門外観だが例えば名古屋の能楽堂で行われた王位戦での藤井聡太氏の写真を見ると 黒と白とグレイのモノトーン3色でまとめた羽織袴で手には黒とからし色の切り替え生地によるおしゃれなバイカラー扱いの巾着なかなかシックな和装スタイルである何でも能楽堂は神聖な場所なので舞台に上がる時には白い旅が必須らしいこの時の和装スタイルは能楽堂に敬意を払い白旅に合わせた配色でセレクトしたのだそうだ 袴は礼装にも用いられる仙「仙台平仙台平ら」「ら」という島柄が入った袴で羽織は初めて和装で対局した時に師匠の杉本正隆八段からプレゼントされたものちゃんと一つ一つのアイテムにもバックストーリーがあるのが和装スタイルならである。 初の防衛戦となった千葉県木更津で行われた棋聖戦ではシックな和装スタイルと打って変わり袖の先にかけてブルーのグラデーションになっているぼかし染めを施した藍色の羽織に薄いグレーの墓まで黒い旅という若々しい和装スタイルで挑んでいる筋トレ効果で姿勢も良くもともと藤井聡太氏は猫背気味の姿勢だったのだがプロ棋士になってから忙しい対局の合間を縫って 筋トレを始めたというそのおかげで姿勢も格段と良くなり貫禄もついてきたやはり和服の着こなしもスーツと同じように姿勢が一番大事なのだところで筆者には藤井聡太氏と同世代の大学生のおいおいっ子がいるのだが昨年入学祝いにスーツを一式プレゼントした一緒にスーツのセレクトショップに行って選んであげたのだが人気のスーツを見て驚いた 今時の若者たちのファーストスーツの主流はブラックなのである入学式から成人式就職活動冠婚葬祭までこれで済ませてしまうんだそうだ筆者が20代の時のファーストスーツは東京青山のブルックスブラザーズで買った今は亡き若者向けのディフュージョンブランドブルックスゲートのネイビースーツだったが今やファーストスーツはネイビーやグレーではないのですな せっかくだからとスーツだけでなく大学生活で着るカジュアルウェアもついでに買ってあげようとビームスに連れていったら店内で一番安いカットソーでも値札を見て高いというのだおいおい一体いつもどこで服を買っているんだと聞くと彼らの世代からしたらユニクロでも高くて GU なんだそうだいやはやブラックのファーストスーツといいちょっとしたカルチャーショックであった その子なのだが大学では茶道部に入りなんとは服を着るようになったのだ文化祭の写真を見るとサラサラなロングヘアーをオールバックにして後ろでまとめ紬紬の羽織袴まで白旅何でも自分で一式買って揃え着付けも先輩から教わって自分で着られるというどうしてなかなか藤井聡太氏にも負けない和装スタイルが様になっている ちなみに甥いっ子も高校時代の部活は将棋部であるさっそうとしたスタイルは和装男子のお手本しかしスーツを買ってあげた時はタイの結び方も知らずシングルノットでディンプルを作るんだよとかスーツの3つボタンは真ん中だけ締めて座るときには外すんだよとかいろいろ教えてあげたのだが入学式の写真を見たら スーツのボタンは全締めだわタイも拳のような大きさのノットでティンプルはないわまあファーストスーツだから仕方ないと思っていたのだが和装スタイルはちゃんと着こなしていて大違いである実は甥いっ子のような普段から気軽に和服を着る若者が今増えているいわゆる和装男子である 藤井聡太氏が対局で着ている颯爽颯爽とした和装スタイルはまさに和装男子にとってはお手本だ筆者も大島紬の羽織袴を一式持っているのだが自分で着付けができないのでもう何年も着ていない和装男子のおいっ子から着付けを教えてもらおうと井出敦氏、1961年静岡生まれコピーライターとしてパルコ西武などの広告を手掛ける 雑誌『ポパイ』にエディターとして参加大のアメカジ通りとして知られライターコラムニストとしてメンズファッション誌 TV 誌新聞などで執筆 BEGIN ンメンズ XJR 東海道新幹線グリーン車内誌ひとときで連載コラムを持つ。